マンション管理費支払わないとどうなる？どうも、本を読んだら最高の景色、福沢です。突然ですが、マンションの管理費や修繕積立金高いと思ったことはありませんか？マンションにお住まいの方は毎月相当額のこれら費用を払っているかと思います。払わなきゃいけないのは分かっているけど、毎月の負担となると高いですよね。もし払わなかったらどうなるの？とはなかなか人に聞けませんが、実は毎月積み立てないとマンションの価値が大きく下げられます。そこで今回はこの本を紹介します。アンナ道久著、お助けマンション管理士さん、日常と学問の狭間を旅するエイトストーリーです。アンナ先生はマンション管理に詳しい先生、東北大学の法学部卒で法律知識も豊富な方です。本書は法律知識をもとにマンショントラブルを囲碁の話を散りばめ、ストーリー形式にまとめた一冊です。この動画では管理費を支払わないある親子の話を紹介します。ぜひ最後までお付き合いください。主人公はマンション管理士の北山。自分の事務所を持っていて、日々マンショントラブルを解決しています。ある日、北山は友人で公務員の正木と囲碁を打っていると、こんなお願いをされました。今度俺のマンションの管理組合の理事会に出てくれないか？お安いご用、何か問題でも？正木は話し始めました。理事会の役員の中にある中国人男性がいました。明るくていい人なのですが、マンションの管理費を一向に払えません。日本語は片言で話も通じません。そこで次の理事会に日本語が少し話せるその息子と専門家の北山に来てもらって説得したいというのでした。理事会当日、北山は中国人親子に説明していきました。しかし2人ともちんぷんかんぷんといった様子。役員たちは次々解散してお開きとなりました。正木も席を立ち、囲碁でもやっていかないかと北山を誘いました。すると突然、囲碁ナイス。中国人親子は目を輝かせています。よろしければお手合わせをお願いたい。話を聞くと、息子はプロ級の腕前とのこと。こうして中国人親子対北山正木ペアで一局やることになりました。どんな展開と思いますが、この一局が管理費を支払ってもらう説得材料となります。戦いの形式は2人1組で戦う連合と呼ばれるもので、前半が正木と中国人の父、後半が北山と中国人の息子の戦いです。北山は前半で差をつけてくれよと正木を煽りました。対局開始。序盤は正木が優位に進めました。中盤になるともっと差は開いて、さすがの息子も青ざめています。まもなく後半戦が始まりました。息子は何てか手を打ちますが、すぐに序盤がひどすぎるとこぼして負けを認めました。その時、北山は中国人親子に伝えました。序盤で基礎を築いておかないと、終盤でいくら挽回しても時すでに遅しでしたね。マンションも初めから蓄えておかないと、修繕や建て替えをするときに困ってしまいます。実は自分の住戸を途中で売るにしても、滞納額があるとその分は買う人の負担となるため、売却時に1000万近く値引きなんてケースもあるようです。当然ですが、滞納しないでコツコツ支払うようにしましょう。さて、息子が通訳して父に話を聞かせると、納得して管理費や修繕積立金を支払う約束をしてくれました。これにて一件落着。北山は次の問題解決へと進むのでした。いかがでしたか？もっと知りたいと思った方は、概要欄より Amazon に飛んで電子書籍かペーパーバッグで読んでみてください。 Kindle 会員なら読み放題なのでお得です。そしてコメント欄から感想をもらえると嬉しいです。お待ちしてます。最新の動画を見逃さないために、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。本を読んだら最高の景色、福沢でした。